はい、今日はこの前豚ナスそうめん作ったと思うんですけど、それをあんかけにしてあんかけかた焼きそば作ってみたいと思います。いらっしゃいませ。豚ナスそうめんしたやん、こないだ。でも今日は豚がないのよ冷蔵庫に豚がないのよ。どうしようと思って。でもあの味美味しいから、絶対かた焼きのそばにあんかけして乗せたら美味しいなと思ったんで、ちょっともうある食材で作っていきたいと思います。まずナス、一緒に作る？作らへん。これ全部さ、ひなが嫌いな食材なんよ。何を作ろうとしてんの？あんかけのそばよ。今日食べると思う。豚がないね、今日。うん、いけるかな。ご飯にかけても絶対美味しいと思うね。麻婆豆腐みたいな感じで。なんかウインナーかなんか入れといちゃったら大丈夫じゃん。せやろ、絶対合わへんやろ。でいいね、焼いて上に置いとく。でいいんじゃない。次は人参さん、さっきパパにも言ったけど、白ご飯の上にかけても中華丼みたいな感じになって美味しいと思うんだよな。私の勝手な予想ですけどね。でもあとはこの舞茸を、まだまだ続くよ。とりあえずごま油を敷いてやな。ごま油を、で炒めていく。うん、何でもいいと思う、多分具材なんかもうほんま冷蔵庫にあるもんだから。だってさ、あんかけ焼きそばにあんにしてこれかけるか、朝ごはんとかかた焼きそばの上に白菜とかで入れても絶対美味しいと思うね、中華丼みたいになって。だからほんまに何でもいいと思う。私さ、ちょっとほんまにさ、いちいち食んなよな、ほこりな手動かしながらしゃべれよな、ほんま思うわ。あのさ、今お盆休みの真っ只中なわけ、今日で、お盆休みの1日目がひなの誕生日やったのね。私その日から作ってない、お盆休みご飯一回も作ってない、よく考えたら。あのお盆休み最初のひなののお誕生日会の晩ご飯だけしか作ってない。あとはもうパパ様があの晩ご飯とかご飯を作ってくださっております。どうもすいません。私は何をしているのかと言いますとですね、ゲームしかしてません。ポケモンユナイトをしたり、ツムツムしたり、もうそういう携帯ゲームしかしてません。何か携帯ゲームで面白いものがありましたら、コメントで教えてください。すぐにやります。オッケー、あ、一緒に作る。優等点先、よくよく考えたら、お盆休み一発目が、一日目がひなのの誕生日やったやん。うん、お盆休み一日目の晩ご飯しか作ってないよねっていう話作ってないんですよって。だからパパ様様が作っていただいてるんでございますっていう話をしてて。動画の時はな違うやん、感謝してるやん。動画外でもそうやってくれた、ものすごく助かってるもん、そこは。で、私は何をしてるのかって言いますとですね、ゲームしかしておりませんっつって
寝転がってな。そう。喋りかけても返事もないし。そうです。どうもすいませんってちゃんと言っといたからカメラに。ね。しっかりしてほんま。ちゃんと作って、こう料理を作れるからいいよね。作れる系男子。言ったら無視せんといて、そこは。鶏ガラスープ作り方は一緒です。豚ナスとお砂糖、お醤油、みりんちゃん、お味噌さんいきます。お味噌さん、コチュジャン、混ぜる、あとはもう煮込むだけ。あと煮込むだけやで。あと煮込むだけ。8月11日は我が家の長女がお誕生日でした。もう放送されていると思いますけども、編集長と編集スタッフのおめぐがサプライズで登場していただきましてですね、私は事前に話し合っていたんだけども、ひなの、これひなのにはほらもちろん内緒でサプライズで来ることを知らずに、なんか最初誕生日やから、誕生日当日やから、ちょっと14歳になって意気込みをみたいな感じで動画回しとったり、でこうカメラに向かって喋ってる途中で、めぐちゃんがケーキを持って、ケーキにろうそくをつけてそーっと入ってね、登場してくれたんですよ。目に涙食べておりました。彼女は多分そういう誕生日サプライズみたいなのを生まれて初めて経験したので、もう驚きと感動で泣いてた。いや、ありがたいですよ。水溶き片栗粉作ります。これでもうちょっと煮立たせて、とろみをつけ、りんこ。オッケーオッケー。さっき言ってたこれね、これこれ、もうなんか普通に焼くだけ。することない。めっちゃ甘くなかった今の。いや、こっちの方がうまいな。テアンデイ。
さすがティアンディ。今のは完全ティアンディでした。2,3 回やとまたティアンディが。来ました、ティアンディ。第2ティアンディです。ティアンディ。ラストティアンディ。なんかもう別にティアンディいらんかも。ノーティアンディで。ティアンディ、ティアンディ。見た目悪ない？え？こんな見た目悪い？今日サムネどうです、どうでしょうか。もっと近づけた方がいい。なんか見た目悪ない？なんか私はいつも見た目、まあ抑えて見た目4は欲しいの。見た目4の味6。パパはもうほんまに見た目 0.5 の味 9.5 の人やねんか。私やっぱ見た目も美味しそう綺麗が大事やと思ってんねん。だから見た目悪ない。でも味はめっちゃ美味しい。だから今日のはもうほんまになんかもう見た目 0.5 の味 9.5 かもしれない。ほんまに。なんかほんまに見た目悪ない。いただきます。美味しいやろ。まだやから。いつもこれももうキックねんで。なんなんこの見た目。コピーって、まあ昔咲いたで、ね、ちょっとまずそう。そんなこと言えないもん。じゃあつけて、ちゃんとソースつけてる。いただきます。うんうん、めっちゃおいしくない。おいしい。ご飯につけてもおいしいと思わない？あ、あれとも、え、あるまだソース。ある。ご飯にかけたいなと思います。それも食べて。ご飯食べれるの？え、ご飯ある？ある。炊いた？炊いた。じゃあそのママの今日の味噌なすあんかけ片焼きそば、5点満点中何点？何点だ？5。